ございます。おはようございます。座れ。イエスナコです。何してんの？いいか座れ。じゃあ話あるから。どこ行くの？これこれ。どこ行くねん。座れ言うてやる。今先生が座れって言ってるのにそういうの無視してどこ行くんですか。ほんまに。いやちょっとハイボール作ろうか。なんで？ハイボール。なんで飲むんですか。ちょっといやほんまにほんまに。なんすか。怖い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 。よくそんなテンション慣れましたね。なってんのに。何何、ね、どういうやつ。いやいやいや。どうちょっとまあ何何何何怖い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 。何が面白いいやいやマジで何が面白いのか全然わかんない。何を起こってるのかがちょっとよくわからない。何年来の。いやだからもう30年ほんと30年ですね。まあ一緒に住んでたからな。はい25年。ほら長い付き合いやわな。はい、この二人を目の前にして何答え出てこないですか。ちょっとわからない。ハイボールどこ行くんすか。どこ行くんすか。ほんまにほんまにハイボール作ろう。いやなんでだから違う飲む神経がおかしいでしょこの空気。飲まないやってられへんのかほんまにボケてんのかどっちなんすか。ほんまに両方両方はあかん、取りすぎ。どっちかにせんと、こんだけマジで怒ってんのに。いや、何を。先生、こんなに怒ることあります。何を怒ってんのよ。いやいや、言うていい？いや、そう言うてもらわないと、何を怒られてんの、今。まず、電話で、その、だけで済ましてるんが、もう、正直もう、うん。それは言いましょう、ほんまに。電話で？はい。電話で済ます要件はないやろっていう話を。あ2人ですよ、2人に共通して電話で済ませましたよ。コンビ解散の話ってこと。うん、いやもうそうですよ。いや皆さん、いやさんまさんにも電話やし、みんな電話やで。じゃあさんまさんとか忙しいから会えないからとかいうのは、だからそうやって お電話じゃなと仕方がないじゃないですか。はい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 、いやちゃんと言うとやん電話で。いや電話でというかその関係性を言うことどう考えても。そうそうそう、いやいや純ちゃんはだってさ、あのね、俺らがコンビでやって、はい、も復活して一緒にしたいって言って泣いてさんまさん怒られたやんか、はい、怒られました。泣くなと、現場で、ね、そんなところで泣いたらあかんと。そう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 、そういうのもあって河原さんっていうその埼玉のところの旅館まで行ってですよ、はい、コラボしてですよ、はい、その帰りにですよ、うん、僕もうまだ残ってるのに、うん、ちょっと純ちゃん話があるって僕を呼び止めてですようん、うん、めっちゃ間があってですよ、やっぱやめとくわって帰ってたんですよでめっちゃ心臓俺バクバクして絶対なんか起きてると、うん、でこのサコニーが、うん、ああいうこと言うときって 100% 何かあるんでございます。そう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 、絶対ある絶対ある。僕読み止めてあんな心臓がまあまあまあないない、絶対ふざけるんで、まあ、ふざけないって本当のことしかないから、うん、もうそう分かるやな、あの胃がんの時以来やったなですよ。それでマジで言うときってマジじゃないですか。いやで一瞬考えて言うといた方がいいかなって思ってんけど、はい、あの時言うタイミングありましたよ。あってんけどなんかほら純ちゃんはなんかね、また泣かしてしまうなと思ってやめて、撮影終わったのにもういいじゃないですかと思ったんですけど、その後日ですもん、電話でそれなったんってなったの、あの時言えたのにみたいな。そうそこで言うよ、別にいいことやんか。だからそれはさんまさんとかお電話、はいはい、俺らやったらちょっと来てくれへんかでいいじゃないですか。一番いいです。ちょっと来い、ちょっと来へんか、ちょっと来へんか、でええよ。ほな別にここじゃなくても別にめんどくさかったんや。はいちょっと、はい、マジで聞こえへんかったわ。ほんまに大きな声で切れたわ。なんなの。めんどくさかったんや。それ言っていいんすか。めんどくさかった。いちいち会ってさ泣かれてもあれやし。え何人かあのすごい号泣されて会うてるんや。会うてるよ。誰マジで。誰マジで。あのクソ後輩の名前言えや。誰や。先輩はいいよ、先輩いい。先輩はいい。先輩いいよ。先生よりも後輩だったら、うん、これ先生ちょっと怪しいです、これ。いや、天竺ネズミの瀬下とかずっと。えぇ、ー、頭おかしいんちゃうけ。おい、大根遠いやろ。俺びっくりした。俺はあかん。一番最初に出る名前じゃないからいやいやほんまそうやで、ね、30年と25年って言ってるんですよ。そう、まずそうやで、接した云々の問題じゃないの最初に出てくるそれはあかん。いや違うね、接したにたまたま接したと、いやそれね、会う時があって、それであの
ね、久しぶりやなって言ったら、この話をしたら、自分は頑張ってあのアメトークに出てに、もう俺のこと兄貴って言ってくれて、兄貴と仕事するために俺頑張ったのに兄貴いないんですよ。その上でコンビ解散って、もう二度とあの兄貴と絡め、もうアメトークで絡めないじゃないですかって号泣されたのがすごい、あの申し訳ないなっていうのと、あれこの感じで来るってことはもっと付き合い長い、もう二人とかにと会ってしまうと、会って言うとなんかすごい泣かれてしまう、めんどくさいなってなったのよ。ちょっと一回ハイボールつけて。酒に逃げるな。酒に逃げさせてくれ。あかん、溺れるな。で、なんで最初にセシトリだから言うの？いや、たまたまおって。絶対おかしい。そこおかしいやろ。たまたまおったらセシトリだろ。河本に言うてええやん。たまたま僕おった。仕事っていうか、おったやろ。僕はたまたまじゃん。うん。コラボです、僕。あ、コラボ？あ、だから仕事でしょ、はい、僕はたまたまの部類じゃないんだよ。うん、必然でした。必然よ。しかももう終わった後ですよ、うん、あんな板の間に俺なんか大奥みたいなところにバーッとスースースーって着物で行ったら純ちゃんってほんまに芝居あの分かります、ね、寄った時のあの3時ぐらいの時、ね、ああ分かる芝居にグーッ入った時にね、サゴに芝居ちゃうもん芝居じゃない、分かる、分かる、純ちゃんってなった時です、うん、後で喋るわサササササゴにってなってから次に会う人が瀬下ですか。いや、おかしくね、ここ、河本が瀬下。たまたまですよ。勘弁してください。まあ、瀬下が悪いんじゃなくて、うん、これは勘弁してください。おかしくね。これおかしいです。ほんま、瀬下は。おかしい。瀬下が悪いんじゃないけど、瀬下は。で、まず一番言える人が多分おったのし。おったよ。おったけど、ほら、瀬下よりも長い付き合いやったし、そうですよ、ね。一番長いんですよね。そう、一番長いよ。一番長い。一番長いですよね。一番長い。一緒に住んであったんですよね。住んでた。その人が一番でしょ。一緒にネタ合わせもしてた。いや、ネタ合わせした人でしょ、うん、一番は。瀬下じゃないですよ、一番多分。え、何笑ってんねん、お前。いや、何笑ってんねん。これはあかん。ちょ、ほんま、これ、よう取っといて。これあかんよ。これはあかん。永久戦犯ですこれ。最悪、山下さんとか。もう、ずっと一緒に、本当に。山下も、はい、やったらまだそんな言わないわ、俺も。ジュニアさん、山下さんとか、はいはいはい、もう本当にずっと戦友とか。いや、みんな電話したよ。いや、いやもちろんですよ。ちゃんと電話したし、うん。その人にお会いしたならまだしもって言ってる。あの、三股又蔵だけ未だに電話してないです。それは、それでええわ、もう。いい。それもそれでええわ、もう。いや、だから、いや、で、ちょっと話あんねや。いや、別に、宮迫さんが来なくていいじゃないですか。いやいや、ちょっとほんまに話あんねん。うんうん、ちょっと会えるかでええよ、はいはい。まあまあ、嘘やな。はい。もういいっすか。え、何それ。何それ、まあ。バイトに説教された時。いや、いい。もういいっすか。シフトを変えた印象。そんなっちゃう。これはあかんよ。これは悲しいっすよ。だから違うやんか。ほら。長いし深い関係性やから逆に、会って喋るとっていうのもあったのよ。当時もちょっと精神状態もままならなかったから、それはあったんですよ。瀬下たまたま会ってしまったからさ。たまたま会うことあるんですか、瀬下と。瀬下とはたまたま会わんでしょ。無人島行ったんですか。行ってないよね。無人島でなんかしてたら来ました、バーンと。来た。何来た。その無人島で俺脱出しようとしたら瀬下がおったから、お前もかってなった。なってん。それ以外無理よ。絶対に。それ以外で瀬下とおったらあかんよ。いや、もっと深い関係の二人に、それを、なんか面と向かって話と、また俺もなんか泣いてしまって、また、さんまさんに怒られるなと思って。いやいや、それはもうだから、あの、画面で撮らなくたっていいじゃないですか、もうね。こういうことがあったんですよっていう報告会でよくないですか。うん、まあでも、それは、ごめん。あと誰に会うと言うた、後輩と。あと誰に言うた。え、後輩、あと誰に言うた。瀬下も分かった。瀬下分かった。瀬下分かった。はい、分かりました。あと誰、あ、会って言うた後輩誰、もうおらんでしょ、おるんすか。会って言うた後輩、うん。それ、あの、東京ダイナマイトの松田とか。ちょっと待ってよ。ちょっと、その、リアル。このツートップ何なんですか、瀬下と松田。リアルな名前ないやねん、それ。痛い。ちょい前の日本代表みたいな、何なんですか、瀬下と松田で行くわ、みたいな。そんなのないよ。木村と河本ですよ。ごめんなさい。松田さんに会うのは何ですかって。いや、松田はだってずっとプライベートでね、昔から。いやいや、もちろんそうでしょうけど、はい、その時に呼べませんかって言ってるんですよ。松田はおるな、ほんなら、ああ、河本も、村もおるやん。いやいや、ちょっと呼べや。みんなでちょっと話あるわ。
みんなで話あるわの方が良くないですか、一、うん、人ずつっていうより。まあ、そこ泡溜まってない、何にも。ない、そこ。何にもないって。めんどくさいなっ。何にも溜まってない。めんどくさいな、言ったら今。何がめんどくさい、めんどくさいな、ね、よ。今もめんどくさいな。泣くのか泣かれるのかすぐ泣くもんだって。いや、すぐ泣きますけど、その松田とか瀬下は泣かないんですか、その。じゃあ、泣いてはいたけども、だから、それを経てやんか。それを経て、もっと深い関係の人はもっとあれかなと、もっとしんどいってなるってこと。何かだかをそこ笑って言うとこちゃうで、おかしいっすよ、ほんまに。どうかしてます、ほんとに。いや、ほんま何がおもろいねん、もう。何がおもろい、豚鼻で笑って。いやいや、でもいや、これは飽きませんね。ごめんな。はい。ちなみになんですけど、お二方の電話でしまいましたけれども、解散の話を聞いた時のご感想とか聞いても、ええええ、そんなの、いやいやいや、もうええってね、もうええってね、いや聞かんとダメですよね、そんなの、そんなもん、せっかく聞きたいだいぶだったからもうええどう思ったのじゃあ。え、僕でいいですか。僕だって宮迫さんからも言う、もちろん電話でっていうふうになりましたけど、はいはい、その前に僕蛍原さんが直接っていうのありますから、はいはい、番組が、はい、一緒なので、うん、それを踏まえてがあったので、明石家テレビでな、そうです、一緒やもんな。ってなると宮迫さんの、あのちょっと純ちゃん話あんねんけどやっぱやめとくわは、僕の頭の中ではもう大方ちょっと話あるかもしれんってあるんですけど、僕から電話できない、うん、絶対に電話できない、うん、いや、できない、それはできないです。電話が鳴る、そこにあれまさかと思ったら電話で、あのいろいろあったんやけどっていうところの話で来たんで、はい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 、うわー、でもこれショックなんですけども、これ普通で僕がこの電話越しで泣いたらまた怒るし、話もできへんなるってなるから、もうめっちゃ冷静にやってるんですけど、僕ずっと正座して、なぜか、なぜだか座椅子に正座して、あれこれことが大きなことに なるの、やめてやめてやめて、だけど最後の言葉聞いちゃったんですよ、お別れすることになるっていう。でも僕がその前にサコニーにガンガン言ってた時があって、それを知らずに僕が喋ってたことにそこで気づいて、その前から説得しとったんやけど、ごめんそれは言えへんかったって来たんですよ。なのでさんまさんに怒られたあの回あったやろ、あの時はもうすでにやってん、ごめんそれはごめん純ちゃんってなったんですよ。そうそう、あの時に言えばよかったな、すまんなっていうのはあったんですけど、それは僕は申し訳なくて勝手にこう一方的に言ってたから。でそれも蛍原さんからも聞いて、うわダブルでとんでもないことやってると、方々でその見たい見たいって言ってたのはもうとっくに決まった後やったんです僕は。そう、うん、でさんまさんももちろん言わない、うん、迷惑かけたのは僕だったっていうことをそこで知るんですよ。いや全然、なるほど、そうなんですよ、まあ、ピエロだったみたいな感じだったとしたら、直接やっぱり会ってもう一回言いたかったなっていう気持ちはやっぱあの時はありました僕は、ね、はい。でも家ではあの座椅子に座るタイプなんや。あそこはいいです、引っかからない。そこ今ええんちゃう、いや本当に財津、財津一郎で返すしかないです俺も。財津一郎もう分かる人おる。いやいや、分かんないですけど。分かんねえ。あかんで。財津一郎さん。それをそんな今、俺正直今こう思ったの、俺は話を聞いてすげえ感動じゃないけど分かったから、自分だけがピエロになってた、なんかそこが、はいはいはい、すいませんっていうのがあった後に厳しい。座椅子に座るんですかって言うから、そういうタイプじゃないで、そこカットしてもらっていいし、高さかんと思って、いやいや、カットでいいですし、すいません先生、いや本当にそういう気持ちだった。まあそれはでもな、僕は空回りしてたんです一人で。いやでも、いやあれはあの回はあの回で俺すごく感動したし、でもごめんもう そこは叶えへんねんでっていう気持ちもあって俺も泣いてしまったのよ。 その夢叶わずっていうのをお二方に違う場所で言っちゃってたんですよ。まあまあまあ、それは知らなかったんやが違ったのよ。なのでやっぱ直接は話を僕は聞きたかったなっていう思いがあるんで、今日そういう意味です。余計にだから悔しいからっていうことでしょ、はい、うん、うん、じゃあ先生こそは、いい先生、あ僕だからトーンの問題です。僕は嫌だったのも、はあ、うんうん、電話でね、あの要は夜のそのもちろん12時前ぐらいにかかってくる、はいはいはい、急にいきなり、うん、あの電話で、うん、まああの、うん、もしもしって言ったら何してんのって言って、いつもそれ、ね、何してんのって言って、あで、ああはい、あの寝ようと思ってたとこですよって言ったら、ああなちょっともう解散しよう思ってんのえあんこんなんかもうちょっとなんかあってんちゃう、
あの前置きはね、うん、いきなり、うん、それはさ一番長い付き合いでさ、はあ、もちろん天然素材とか一緒にグループもやってて一緒に住んでたに誰よりも長いですよね。そう、もう木村にそれをちょっと深刻に喋んのはちょっと違う、なんか違う。でも何してんのの次に解散すんねん、ね、どこ行くねん、もう何、あ、そうか、話してるのか、ええ、何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 、分からん、分からん、もう今ちょっともう分かんってもうちょっと今もう、はい、もう分からんって思って今何が分からん、逃げようと思って、あ、あそこ、あそこ逃げられた、向こう逃げるよ、もうバー逃げた、バーに逃げたのか、いら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 ほら、いや、だしが、だからそれはやっぱ違うんちゃって、実はさ、いや、ちょっとこう、せめて、いや、電話も嫌、寂しいから嫌やけども、せめてそこのトーンとしては、いや、実はな、ちょっと話があんねんや、今、時間ええかみたいなのが。それはあっていいですわ。だってほら、その岡村とかみんな電話するわけやんか。そんな感じですか、みんな。え？みんなこんな感じですか？何してんの？いや、で、岡村とかも電話したら、あ、あの、聞いてますっていうので、まあまあ、あれやったけど、聞かされてなかったでしょ、うん、会社それエージェントやからや誰がエージェントやからやねん誰がエージェントやから聞かされんやねんお前何がおもろいねんそれ聞かされてるのよ、そりゃそうですよ、で何してんのってか、それは正直今からも寝る用意してるのに飲みに行くもな思ってるから、まあまあまあ、こっちもほんまに寝ようと思ってますよって言うて、え、何その飲み物の飲み方ピッ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 、美味しいな、あのシリカ、ちょ、わかんで、俺ほんま、そういう態度やで、すいません、軽く言うのが俺嫌やね、はい、軽く言われてほしくなかった時でも軽く言ってしまうっていう感じですよね、うんうん、でもそれは重く言ったってさ、なんかほらもう決まったことやし、はい、重く言ったとて何か変わるわけでもない、じゃあもう関係性で言うとな、軽く言うっていう、軽く言ってもうすまんなっていうので行きたいわけさ、こっちとしては。でもはーいって言うわけにいかないですよね。そう。だからは、だからははってなる。なりますよ。それ絶対なりますよ。なる、はい、うん。そしたらその後に、あ、わかった。ほんならちょっともうちょっと詳しく。ごめん、ちょっと飯行こうと。そうそうそう。今度飯行ってちょっとちゃんと喋るわっていう。そういうのがね、あったら。そこでいいと思うんですよね。食欲もあんまなかった。しとけ。むちゃくちゃ欲しいな。最近マジでむちゃくちゃ食いますけど、どうしたんですか、ほんま。飲むし食うし。いやだからこれ、はい、俺今回もそうやし、あのほんまに、はい、そのがんの時も仕事はだとそれこそもタクシー乗っててさ、はい、で、はい、こっち一緒やったよ、で、はい、もう帰ります、お疲れ様でしたって帰ったらバーって電話かけてきた、あ、飲みの誘いやと思って、あの実は別れたけどここから飲みに来るわけだって、うん、まあでも取るやんかタクシーの中でもう一人で、もしもしって言うて言うから、何してんのって、え、今それ帰ってますよ、また何してんの、うん、何してんのって言うね、うんうん、帰ってますよと、あの俺な、がやねんって言うからな、それは、はってなるやん、ええってなるやん、はって言ったら、その後なんて言ったと思う、何聞いてんねんお前って言う、いやそれ聞くでしょそれ、意味がわかんないしそのタイミングじゃないしね、言うのがそれまで、だからこの人と一緒にいたしそこで言えばいい、ね、言えばいいのに恥ずかしい、でも泣かれるのがやっぱ嫌なんですよ、いやだからさ、何聞いてんねんお前って、おかしい、がんの時もスキルス癌やったから、はい、もしかすると死んでしまうかもしれない、はいはい、なんかほら重く言うとさ、はい、なんか車の中で君は、うん、実はな死ぬかもしらんねんとか言うトーンで言うたら余計になんか万が一 その後たまたま助かったけど、うん、死んでたとしたらなんか重くない、あの先生がですか、思い出として、ああ、俺はもう最後あそこかと、このでタクシーの中での、そう、暗い感じの、自分が死ぬかもしれないことをあんなポップに言う方がなんかあの残るものは幸せなんかなって思って、でそういう電話して笑い事ちゃうで、ほんまに、ほんで俺一番ほんまに嫌やったんか、何引いとんねんお前がもう信じられへんかって引いてるわけじゃないですよね、それはびっくりした、ボケを言ってんのかボケてんのか、でもそういうことはこうもと言う、あのこの人のふざけてる時とふざけてる時でなんとなく分かるから、あれこれマジを軽く言ったわと思ったから、えって言って何引いとんねんお前いやだわ、今考えたら面白いやろ、
死ぬかもしれないと思ってる人間が何弾いてんねん、笑え笑え言ってんねん。いや、ここだったらいいです。別れてからは、別れてから電話はあかん。電話で何弾いとんねんはあきませんよね。それで、それ、俺もしそれで、ほんまの永遠の別れて、俺最後のあなたのことを何弾いとんねん、お前。終わるんですか。ほら、面白いやん。おもろい言われへんやん。誰も言われへん。エピソードでも言われへん。全然おもろないですよ、そんな。でもさ、車の中で喋ってたやっぱ、当時ほんまに死ぬかもやったから、不安やし、いや、そら、多分喋りながらな、自分が泣いてしまうとこを、いや、要は、自分が泣くとこを後輩に見られたくないね。そういう意地はちょっとあるからさ。恥ずかしいんですか？それとも照れ、照れなんですか？あの、僕の病院に入院してきた時も、上から下まで、ね、あの、消化器内科で、次の日も誰かがお亡くなりなりっていう大変な病棟のところ、病棟がね、お見舞い行ったやん、はい、私も47の数値を下回ったら死ぬって言われてた矢先に来たのが全身上から下まで骸骨のドクロのマークで来たりしないんですよ。指輪までつけてバッシン決めて、もう自分しか見えてへん。それだからそういうユーモアじゃないですか。ユーモアじゃないです、もう顔見たらマジですって。もう本当にあのドラマとの最後と同じ顔してた。指輪も、指輪もグリグリにある全部のドクロを集めてきて、わざわざジャケット、ドクロのジャケット買ってさ、行って、あの、河本は笑ってくれたけど、なあ、死神が来たっつって、河本は笑ってくれたけど。そう、他の方もいらっしゃる中全員いるんですよ。うん、もう看護師さんに、全員にあんな睨まれることあるって、お見舞いに来てるんです。そりゃそうでしょ。でも、ボケで来てるのはもう芸人しかわからないけど、芸人で入院してんの俺だけなんですよ。あとはマジ、みんな。知らん、そんな思ってなかった。その時も府長が、の顔見て、何弾いとんねんみたいなことを。何弾いとんねんじゃなくて、弾くん。みんな弾く。みんな弾く。次の日死んだんやから。みんな死ぬんやから。まあ、あそこの病棟、みんな死神迎え来たってマジで思うんやから。そんなとこ来ちゃダメなんですよ、こういう人は。なんか、いや、ほんま、それは。ほんまに、飽きません。ボケをテレとかなんかにしたら。三枚泉です。いやいや、飽きません、飽きません。全部笑いにしてって、みたいなは、それは飽きません。笑顔のまんま、歌ったことあるやろ。ありますよ。笑顔のまんま、もう。まあ、生きてるだけで、その笑顔で、はい、丸儲け。そうそう、もうそういう、もう、さんまさん泉やから、これもうさんまさんのせいです、これは。いや、カメラ止まってる時はもういいですね。そう。カメラ止まってもあの人はするでしょ。いや、しましたけど、するんですけど、なんかそれ、がんならがんの入院先のところでもおとなしくしとかないと。そう。うん、ドクロ、いや、それやったらちょっとなんか、わかんない、サンタさんの格好みたいな、そういう明るい、プレゼント持ってきて、ユーモアの。ご自分が北里病院でしたか、あそこ入院されてた時もずっと点滴持ってキャッキャ言ってましたけど、一人が。がんで手術して終わったのに、これぐらい見たことない時計の雑誌持って、じゅんじゃん、次な、これかも思ってんの。嘘なんて。手術した。俺、じゅんちゃんな、次の。ほんまにこんなの、やったんや。3日目すぐだったでしょ。音取って。嘘やと思った。俺嘘やと思ったんですよ。痛かったよ。むっちゃ痛かった。全然痛くないって。こんな人ずっとキャッキャ言ってたもん。音ってた。痛かったらだってみんな弾くやろ。違う、弾いて弾くやろ。なんで弾くのがそんなに嫌なんやったら、ここでほんなら僕らがなんか楽しいことをしてなんか元気づけようと思うよ。ジュニア来た時も俺あのハットかぶってロングコート着てまっといたった。なんでそんなのするんですか、ほんまに。いや、なんかそのあのかわいそうな人に見られたくなかった。いいんですよ、そういう時は。そういう時は。で、こっちがやりますから、そのエピソードをこういうところでお話ししていただいた。木村はこんなことしてくれてなとか、河本こんなことしてくれてなでいいっすやん。そう。大体みんなそっち側なんですよ。僕が間違ってました。すいません。この言い方。なんやねん。先生、お願いします、そこはもう。いや、だからもうそういうね、真面目な時にはちゃんと会って、今度から深刻な時は深刻でいいと思うんですよ。はい。そこはちゃんとしましょう。もうこれは本当反省してください。うん、俺がそんなキャラでいいんですか？いいです。もうそうなってください。もう50も超えたし、うん、50ちゃんともう本当にしましょう、うん、本当にちゃんとしてください、ほんまに。じゃあ多分言わしてくれ、はい、今ほんまにつらいそのそれはあかん、そのつらい、それはつらい種類違う、それは種類違う、種類違うちゃうの、それはやんない方がいいよ、それはいい
何がや。じゃその種類分からへんわ。なんかちゃうねん。なんか種類ちゃうねんそれ。ずれてんな。あやね言うてること分からへんわ。いやいや違う分からんじゃない。止まってからやろうってそれ。だから今やるな。今つらいっていうのはほんま聞かない。あそう。それ聞かない。そんなキャパシティ持ってないから。そう。分からへんわ。どっちしていいか分からへんわ。俺らもマキさん来るから何も言わない。無理無理。もうそれは無理。わかりました。今後気をつけますので、お願いします。ほんまに。今後ともよろしくお願いします。お願いします。すいませんでした。今まで。いった。うわ、暴力振るった。暴力ね。というわけで、終わります。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。お願いします。ああ、面白かった。